本日はグラビアアイドル、女優、タレント、レポーターの出口ありささんをご紹介します。1992年生まれ、大阪府出身。テレビ情報番組でのリポーターとして活動を開始しました。またその美しい巨乳が注目を浴びて、2017年より巨乳すぎるレポーターとしてグラビアアイドルとしても活動を開始。同年7月に週刊プレイボーイでグラビアに登場しました。それをきっかけに数々の雑誌にグラビアを披露し、徐々に認知度を上げていきました。2018年10月には念願の写真集イグジットを発売。台湾ロケで限界露出に挑戦し、その清楚なルックスと G カップのグラマラスボディを惜しげもなく披露。 Amazon のレビューではナイスバディで水着から胸がこぼれそうで魅力的でした、清楚さと艶やかさがよく捉えられていると思います、といったファンも大満足の感想が寄せられていました。2019年1月週刊ヤングジャンプ創刊40周年を記念した今年編集部の一押し美少女を紹介する、通称 SSQ11 として一押し美少女11名の中の一人に選抜。美しい巨乳や抜群のスタイルで編集部や多くの視聴者を虜にするグラビアを掲載しました。2023年5月にはデジタル写真集ハイトクラブホテルを発売。女盛りの悩ましい体が怪しく乱れ、彼女と密会しているような気分に浸れる100カットを披露。突き出た G カップと妖艶な表情とボディラインはそのセクシーさに引き込まれてしまいそうで、見ている側の想像もかきたてられてしまいますね。グラビア活動以外でも NHK の連続テレビ小説べっぴんさんなどのテレビドラマへ出演。バラエティ番組にも多数出演し、志村けんさんや鶴瓶さんとの共演も果たしました。またおそ松さん、オンステージではヒロインのととこ役を演じたほか、数々の映画作品にも出演するなど、その演技力で活躍の場を広げています。SNS では出演する舞台の情報をいち早く発信していますので、見逃さないでくださいね。この動画を見て少しでも出口ありささんのことが気になった方は、インスタやツイッターなど今後の活動をチェックしてみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは女優、モデル、アイドルなどのご紹介をしています。よろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。